まくいってなかったあなたと今のあなたは全然関係ないですから、本当にこうマインドを大事に、この世界がね、まあ、本当にこれ大変な設定だったのよ。なんで私たちさ行動が嫌になっちゃったかっていうのは、うまくいかなくなっちゃうからなんですよ。もうこれ悲しかったよね。年収いくらになりたいとか年収いくらになりたいではイメージができないんですよ、どう考えても。私たち人間として生きてますから、この地上で何を残すか何をこう作るかっていう本当に時代に入ったと思うんですね。大きなフォワフォワーとした未来感と細かい未来感っていうのはまた別にあるんですよ、うん。はい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、今回はね、現実創造ということで、まあね、がっつりがっつりちょっとね話をしていこうと思います。もうふわ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 言ってません、それは。もうがっつりがっつり現実創造でいこうと思います。怖いわ。何でしょうか。怖いわ、それ。ちなみに、あきこさんは、うん、なんか、あれ、現実派なんですか、もともとどっち派でしたっけ。めちゃくちゃ現実派。本当に、うん、私ね、人間って変わるんだなと思うんですよね、うん。私は本当にスピリチュアルっていうもの自体、だって興味なかったから、もともと。現実ばっかり見てきて、現実をどうやってなんていうの生きていくか、本当にがっつり現実を見てきましたね。なんていうのかな、ずっと見てた。こう空想の世界であんまり生きてないというか、本当に目の前のことを分析したりとか、なんていうのかな、この世ってなんて理不尽なのかな、だから現実を見てたからこそなんてこの世って理不尽なのかなってことも思ってきたし、あとなんていうの、自分の現実をどうやって良くするか、苦しいこともあったり、やっぱりこうみんな大事ですから、みんな大好きじゃん、みんな大好き、家族も関わる人もみんな大好きだけど、なんかどうやったらみんな仲良くできるかとか、自分の現実としてお金どうやって大きくするかとか、なんか本当に現実的なんていうのか、そういうことばっかり考えてきましたね。はい。よしさんは？僕はね、逆にロマン派なんですよね。ロマン派。現実派とロマン派、よく分かんないけど。ロマン派なの？どういうことなんですか？ですよ。ロマン派っていうのはどういうことかっていうと、理想を生きたいんですよね、本当は。理想を追い求める派？うん。だからこそ逆にね、その理想、自分の中の理想があるのに、なんで現実にそうならないんだっていうので、現実をすごく、現実で想像していこうってやってきたのが今まででしたね。ああ、そうかそうか、うん。理想がじゃあすごく大きくて高いものがあるって感じなんだね。そうです。ロマン、どっちかロマンですね、やっぱり。どっちかというと。ロマンって何？本当にふわふわした世界。僕ちょっとまあ、ふわふわ良さだから。見ながら ふわふわした世界を追い求めてるんですよ、どっちかっていうと、もともと。でもそれを、ね、うん、でもふわふわな感じの理想なんだけど、それを見とけよと、完全に想像してやるからなっていうのだけはあったの、昔から。ああ、なるほど。理想の方で、理想なことをやってやるぞっていうのが、人一倍強いこうエゴがあったわけね。エネルギーとしてね。うん、ああ、なるほどね。うん、それすごいね。うん、いや、意外だね。お互いに意外かもね。うん、だからね、逆からね、逆の方からこう、なんか、お互いこう。そう、逆のね。実は、もともとが逆で、みたいな。そうやってみたいね。そうだね。私なんてスピリチュアルとかやっちゃって本当にこんな現実になっちゃうなと思うもんね。うん、絶対やらないと思ってたけど、一番推進してもスピリチュアルはいいよみたいな言っちゃってふわふわしちゃっていいよって言えるようになりましたから、そう、この現実的な人間が。あえて僕がまた逆のポジションで言うと、僕は未だにスピリチュアルって大嫌いなんですよ。なぜ？スピリチュアルって言葉がなんだろう、なんだろう、その定義かな、うん、なんでかって、僕がやっていることは一切スピリチュアルじゃありませんって僕は言いますからね。うん、未だによく言うね、未だにね。なんでかっていうと、例えば僕は、まあ、確かにちょっとロマンを求めてるんだけど、うん、でも
ロマンを求めてこの現実創造をするために最先端のやり方をただやってるだけなんですよっていうね。いろいろやり方があるでしょうと、うんね、もっと他のやり方もあるんだけど、僕は一番やり方としていい好きなやり方で効果があるやり方だと思ってるから、うん、それを言ってるだけですよって、うんうんうん、だからある意味こういうビジネス的な YouTube チャンネルじゃないのっていう話もあるよね。そうだったっけ、なんだっけ、違う。まあでもそっち、そう思って、まあ、僕はそう思いながらやってるよっていう感じ。ああ。現実創造のためにやってるだけ。うんうん。現実創造のためにね。うん、でああ、なるほど。あとは、あのさ、まあね、まあ、前回、エゴの話もしたけど、はい。エゴっていうのは欲でもあるじゃない、うん、うん。僕は結構欲深いと思うんですよ、どっちかっていうと。ああ、うん。はい。ではただ単にね、うん、あの現実創造でもただ単に例えば何かを達成するだけでも面白くないっていうのがあって、うん、心の部分がすごい豊かにそれを達成したりとか夢を叶えたいっていうのがあるから、うん、全部満たすには欲深いから、あ、そういうやり方、今こうやって言ってるやり方が一番いいんじゃないかなと思うんですよ。ああ、うんうん、いいね。ヨシさんみたいなやっぱりこうビジネスの人って珍しいかもしれないですよね。だからこういろんなことを取り入れながらやってるからね、成功してるのもあるんだと思うけど、最先端のやり方なんだろうね。うん、これはね。特にでも、うん。うん。いや、まあまあ、ちょっと、あ、エクさんどうぞ。うん、特に。うん。いや、特にこれからは、本当に私もビジネスチャンネルっていうのを作ったんだけど、やっぱりマインドの部分が苦しい。要はさ、ビジネスだけで行こうとしてたら、で、それを力技でやろうとしてて、どっかマインドの部分がさ、置き去りになって、まあ 10% ぐらい、10% がマインドで、90% が行動みたいな、多分今までは世界だったんじゃないかと思うんだけど、よくよく見てみたときに、50% はマインド絶対必要だなって思うんですよ。もう超スピリチュアルな、もう涙出てくる、ここは本当にたどり着いたんですよね。本当に、なんていうの、やっとこの時代が来たんですよ。半分はマインドも、半分以上マインドかもしれない。でもやっぱ半分って言ってあげないと行動も大事だから。だけど、この 50% のそのビジネスのノウハウだけで言ったら無理ですよ。だって今までいっぱい失敗してきてるし、あとは、やっぱり与えられたものを私たちやりますから、やるっていう世界を生きてきてるから、怖いんですよ、一歩進むのは。そう、だからそのマインドでやっぱ苦しめられたり、うまくいってなかったあなたと今のあなたは全然関係ないですから、本当にこうマインドを大事に、マインド 50% ビジネス 50% ビジネスとか仕事とか、こうなんだろう、現実 50% マインド 50% かな、だからスピーチュアルな観念みたいなでやっていくと本当にいいんじゃないかなっていうところにたどり着いたから、まあ今日この辺やりたいですね、うん、はい、じゃあね、どうしよう、具体的にこの現実創造、はい、こうなんかステップ的なものでやった方がいいのかしら、どういうふうに言ったらいいか分かりやすいのかな、うん、ステップステップ、私はだからあの前回お話ししたみたいな感じで、そのエゴがあって、そこからニュートラルに持ってって願望を出すっていうところまでやったじゃない。これがもう本当スピリチュアル的には流れとしてはその流れなんですよ。とにかく願望を出さないと、あの、なんていうの、現実っていうのはそう思った通りになっていかないから、やっぱ願望を出していくの大事なんだけど、ここからやっぱりさ、動くっていうところもすごい大事だから、動くことによってやっぱ現実が創造されていく、この私たちが生きている世界、この地上ですね。で、それが動くことによって現実になっていくわけだから、そこをやっぱ形にしてきてるか、ヨシさんがそこら辺ちょっとどういうふうにやるのかみたいな、うん、うん、聞きたいなと思うんですよね、うんうん、はい、ね、うん、いろんなまあやり方があったんだけども、うん、やっぱり今ね、こうやって話してる内容ね、前回もそうだし、がやっぱり一番だなと思うんですよ。要はまずは、多くの人の願望って願望じゃなかったりするよねっていうのもありますね。まず、ちょっとその辺から攻めていきましょうか。ちょっと、準備体操の辺ですね。例えば、よくお金が欲しいとかいう人がいて、うん、いくら欲しいんですかとか言って、じゃあ、1000万円とかっていうとしますよね、その人が。うん、なんで欲しい、それ何を買いたいんですか、何をしたいからですか、なんだっけな、例えば、これ旅行して、こうしてとかっていう人が多いじゃない、うん、こうやって、そもそもにこれは
あの現実想像できないですよ、これ。あ、うん、わかります。これ一番、あの多くの人が陥りやすいポイント。うん、あのなんか反対、なんか例えばお金の額とかをイメージしても、それってなんかイメージになってないじゃないですか。うん、うん、で例えばね、あの、あ、自分はと例えばね、ヨーロッパに留学したくてみたいな、でヨーロッパのこういう場所に留学する費用がこれぐらいいって、でそれに旅費がこれぐらいいって、おいしいもの食べて、おいしいいい場所にちょっとね、あのね借りて、で、だから計算してみたら、エクセルでこう計算してみたら、だいたい1000万円いるんですよ、というふうに思って、うん、だからそのイメージ、その留学だったら留学の時のすごい楽しいイメージっていうのをまずしなければ、うん、これはもう現実創造の前段階ができてないですよね、まず。これ多くないですか、アリコさん、どうですか、ね、そういうのって多くないですか、そういう人って。あ、多いかもしれないね。具体性が何のためにっていうところで、いや、なんとなくみたいな感じで、あのだからお金に翻弄されてたりね、数字みたいなとこに行ってるかもしれないけど、うん、それを使って何したいかみたいなところでしょ、うん、今日は、うん。そこが大事っていう感じだ。だから、願望を出す前段階の今、話がほとんどの人はできないんじゃないかなと思いましたね。うん。あとは現実創造という意味では。ああ、現実創造としては、うん、ああ、なるほど、なるほど。本当の、だから望みみたいな。だけど、そういうのめんどくさいな。あの、そういうのめんどくさいって、要は、わかるよ。わかるんだけど、うん、ガンガンそういうのもさ、願望として投げて、でも現実的にするためにか。やっぱり現実として動くためには、そこが、具体的に。あきこさんのアプローチと僕のアプローチをこと、今日はミックスさせた方がいいね。うん。だから、確かにそれはめんどくさいっていうのはあるよね、確かにそれは。うん。うん、だから、そこに行き、そこは確かにそうなんだけど、そこに行き着くまでに、常に何その、願望、うん、細かい願望、うん、はね、ぼんやりした願望でも一回出してみてくださいよって話ね。ああ、そうだね。ぼんやりした願望を出す。それをミックスさせていきましょうよ。うん。じゃあ、どうしましょう。じゃあ、僕ちょっとそういう人になったとします。うん、ある A さんの話ね。ぼんやりした人がいまし、来ましたと。で、ぼんやりとなんか1000万円ぐらい欲しいって願望しました。はい。あ、じゃあ、あきこさん、あ、何か、あ、じゃあ今ね、あれですね。はいよ、大丈夫よ。その後どうしましょう。あきこさん的には、そのぼんやりしたものからどうしたら、どういうふうにしますか。うん。ぼんやりしたところから、1000万円欲しいってところで、ぼんやりしたところから。うん。あ、でもまあ、確かにそれでもいいっていう感じでやった方がいい？じゃあ。そのパターン、それでもぼんやりしてもいいから、それでいい感じでいく。でも現実的にやっぱりやった方がいいから、うん、あのそこから、うん、そこからもう一歩進んでください。 OK、ね、うん、ただね、例えばよくそのビジネス的なメソッドとかにこれじゃダメでしょうっていうアプローチもちょっと変化させたよね、うん、まあそういうふうに言っちゃったけど、うん、それだとダメだよねってやり方もいいんだけど、うん、まあいいか、じゃあポジティブにいこうか。じゃあまずは出してください。それがぼんやりしてたら、ぼんやりしてるかどうかをちょっと確認してみてねって感じだね。うん、そうだね、その方がいい。うん、そうしましょう。ちょっとちょっとこう緩やかビジネス系でお願いします。エネルギーとして穏やかな感じで進めていく感じしましょうね、うん、あ、それがいい、それがいい、うん、軽いのがいいからね、これなんかいい講座になってきてるね、これね。いい講座、もう軽く風の時代入っちゃった、もう入ってきた、はい、じゃあ風の時代講座のいいやつができてますね。じゃあ、風の時代風にね、こう緩やかな感じで、緩やか軽く、じゃあ、A さんが、あ、1000万ぐらい欲しいんですってなりました。うん、あ、確かいいねと、いいね、まずいいねでいいんじゃ、うん、いいね、やった、うん、いいね、やった、うん、じゃあそこからは、じゃあ何をまずそれで変えたいの、うん、イメージしてみたいな感じだね、うん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 、何がしたいのってね。そしたら、まあ、さっきみたいに、ね、うん、ある人は、ね、留学して、うん、ある人は、なんか、毛皮わかんないけど、服を買って、うん、どういうところに住んで、みたいな。うんうん、っていう、ね、美味しいご飯食べて、ね、っていう、なんか、それを、うん、どうしよう、僕、書き出すのが結構書くの好き、書くって、僕は手書き嫌いだから、うん、書くんですけど。書き出す、あ、いいじゃん、いいじゃん、かっこいい。そうなの。僕は、ネット上で書くんだけどね。うん、あ、じゃあそれを書き出すっていう風にちょっとね、みんなもしてもらうといいんじゃない？書き出す、うん、手で書きたい人は書いて、で、僕なんかはクラウド上にね、Google ドキュメントとか Excel、 Google の
マインドマップに、うん、みたいなあのマインドマップとかのネット上のやつに書き換えちゃうね、僕は。うん、ああ、いいね。1000万あったら何したいかみたいなところを、うん、まあ、その本当に何やりたいかっていうのをわーって書き出すんだね。うん、はい。あとね、やっぱりね、あのビジュアルもね、やっぱりまあ、やっぱり結構いいんですよ、聞くんですよね。あ、聞くんだ、ビジュアル。僕は、なんかね、よくあのそういうビジョンボード作りましょうとかいう人もいるじゃない？うんうんうん、うん、で、僕はめんどくさいから、あのそれもまた僕の場合はオンライン上に、うん、あの画像とか、よく昔、うん、あ今でもね、毎日あのそれパパッと見るんだけどさ、あのイメージして画像を貼ってるんですよ、全部、うんうん、あの例えばこういう場所に行きたいなとかで、大体かなってんですよね、うんうん、もう僕の場合は。ああ、すごいね。例えば、大体同じ風景で大体忘れるんだけど、あんまり忘れるぐらいの方がいいんだけど、うんうんうん、あれ、なんか、これ作ったな、昔と思ったら、あの、ちょっと前にあの、何、あの、スペインの、あの、何、あそこは。ガウディ。ああ、うんうんうん、あるね。とかね、あそこに、写真でいつか行ってみたいなって、4年前かなんかにこう貼ってたのかな。うんうん、2年前結局行ったんだけど、それ貼ってたこと忘れてて、あ貼ってた同じ写真があるなとかね、そういうのはまあ聞くからいいと思う。ビジョンもいいんだね、ビジョンも。じゃあ、うんうん、あとはだってそこでまた細かい話なんですけど、うん、あのビジョン的にこう聞く人と、うん、なんかね、うーん、ビジョン的にじゃない方がいい人もいるのかな、なんか文字の方がいい人もいるのかな。そのさ、ヨシさんビジョンを貼って、うん、それをなんていうの、あの楽しいなとか、やっぱ感情を感じれば要は願望かなってくると思うから、うん、それ見て嬉しいなみたいにやったんですか、うん、ただ貼ってあるだけ。いや、なんかそう、あの作るときに楽しいよね、まず。あ、作るときにもう出してんだね、じゃあね。楽しい、うん、ちょこちょこっと見、まあたまに見る、ボイ、うん、眺める感じ。あ、目につく場所にやるあれだね、うん、ビジョンだ。あ、僕の場合もネットだからネット開かないと見えないけど、その、うん、あとはね、なんていうかな、ビジョンも有効なんだ ね、 あのね、うん、僕はやっぱりさっきのね、なんか思いついたやつをなんかこうそこにこう追加していってるんですよね。ここに絶対行きたいなとかを思いついたら追加するようにしてるんですよ、ボコ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 。その何、そのな、クラウドに追加してる、クラウドに追加してる。あ、じゃああれだ、増えてきてるの、めっちゃ増えてる。じゃあクラウドっていうのは、うん、まあ要はノートの人だったらノートにいっぱい書き出すんだよね。思いついたものをどんどん書いてんだ。そう、書いたりクラウドに入れて、こういうふうにやりたい、こういうふうにしたい、ああいうふうにしたいっていう願望みたいなものをこうやって入れてんだ。うん、ああ、僕はね、これはいいね、うん、思いつくたびにやってんだよね。思いつくたびにやってる、うん、でこっからはもうちゃんとこう仕事でやってる話になっちゃうんだけど、で、一回その未来の自分をめちゃめちゃ体感して、うわーってこう、もう本当にね、ビジョンワークとかもね、たまにやってるじゃないですか。で、あれは結局、まあ、皆さんやるときはどういう、まあ、簡単に言うと何かっていうと、その時の未来のね、めっちゃすごい楽しい、全部その願望叶ってる状態を感情で味わうんですよ、とにかく。うん。とにかく味わう。とにかく味わって、もう浸る。周波数浸りまくる。浸りまくる、その時間はどれぐらいなんでしょうか。うん、いや、これはね、いろんな本とか読んだりもしたから、あれだけど、うんうん、体感としてはやっぱり90秒以上はいると思うな。90秒、いっぱいさ、例えばそのクラウドに書き込んでるわけじゃん。いっぱいいろいろ書き込んでて、一個一個味わうの、うん、90秒ぐらい。うわーみたいな。あ、ね、そのクラウドに書いてるやつはね、うん、なんていうかな、それはもう眺めるとかだけでももう全体として味わってるから、うん、ちょっとその辺の時はもうなんか温泉に浸かってる感じだから、あんまり細かいこと考えてないんですよね、もう。ああ、もう楽しく描いてたりね、式な、あ、楽しく描いてるし、眺める時もふわーっと眺めてるから、うん、まさにふわふわーってなってるのよ。ふわふわーってなってて、でもこの90秒が大事だよね。その普段うわーみたいな、この、うん、この願望をこう感じるやつが、そこから聞きたいね。どうやってやってんの、どういう風な感じのところを、うん、そうこう90秒とか感じてるんですか。うん、まずはその、うん、そうなった時のその自分の、うんうん、
楽しいなとかね、うわなんか、うん、幸せやなとかね、そういう感覚を、うんうんうん、にとにかくフォーカスして、うん、もうとにかくそこにちょっと浸る感じですよ、ずっと時間的にはもう、うん、気持ちいいなみたいなね。うん、でそれがある意味こう細胞まで行き渡ると、うん、まあ、ここからはねよくいろんな人が言うじゃないですか、バシャールだったりいろんな人が言うのっていうのは、まあ結局この世界が、うん、自分の周波数が外側に選ばれてるっていうことであれば、うん、まあ、これが創造者の自分がね、うん、作ってる世界なんであれば、うん、それは確かにできんじゃないのっていうのを実験してきたって感じ。うんうんうん、あ、いいですね。じゃあまあ、一個一個っていうより、一個一個かな。一個一個90秒ぐらいずつ。本当にこう。細かくやるの苦手な人多いと思うんで、うん。アバウトにやった方がいい気がするんだよな。うん、じゃあアバウトで90秒ぐらいか。ミジオンとかはグワーって書くんですよ。で、ちょっとここからちょっと若干細かい話になると、うん。ここの大きな、ふわふわっとした未来感と、細かい未来感っていうのはまた別にあるんですよ。うんうんうん、これは仕事で使うときとか会社とかでのやつはここから落とし込むようにしてるんですね。いわゆる、なんとなくのビジョン、ここはあんまり細かくしない方がいいんですよね、うん、どうも細かくしちゃうと制約になっちゃうでしょ、制限になっちゃうから、うんうんうん、なんかこんな感じってぐらいの方がよくて、あとは楽しいことはガーって書き込んでるけど、未来のなんとなくのイメージっていうのはもうほんわかほんわかしてもうなんかよくわかんない感じ。あ、これはね、得意。うん、これは得意。みんなやってんじゃない？うん。ね、そこから、そこの周波数を体感して、うん、今を思い出すパターンをやってるんですよ、僕の場合はね。今っていうのは、今だったり未来。例えばこれ、なんとなく3年後の、ほわほわとした未来の体感、周波数、うん、感情が味わったとしますよね。うんうん、で、そこから、今が2020年の12月だとしたら、1年後を、計画じゃないけど何、1年後の感じを、作る、まあ、ゴールを設定するでもいいか。まあ、だとしたら、ここは思い出すって感じにしてる。3年後から2年後、2年前を思い出して、どんな感じやったかな、みたいな。この未来の自分からしたら、ここどんな感じやったかな、みたいな感じで思い出してるビジョンから、そこからもう少し左脳を使って細かく設定していくんですね。うん、まあ、ただし、その設定が意外と僕も、アバウトな人で、うん、クライアントのね、そういう経営者の方とかで一部の、まあ、こういうの聞きたい人は細かく書いてねって言うんだけど、僕は細かく苦手な人だから、うん、結構アバウト。アバウトの方がいい人もいて、細かくやる人の方がいい人もいるんですよ、これ。これは人それぞれ違うみたい、どうも。うん。うん、その代わり、一番さっきのフォアフォアよりも、ちょっと明確にしといてねって感じ。この中間は。うん、徐々にこう、今に近づくほどに明確になるから。どうせ。うん。うん。なんでかっていうと、例えば、3年後のビジョンがね、例えば、あったとするじゃない。ものすごい、楽しいビジョンが。うん。でも、はい、で、その3年後があるのに、この中間が全くそこに近づいてないと、おかしいな話になるから。うんうんうん、だからね、ここから思い出すと、大体この中間はそれらしきことをやってるんですよ。さらにもっともっとこの近づいて自分の今の現実と近づいてくると、これ細かいことをなんかしないといけないっていうか、まあ、することになるんですよ。現実。うんうん、そういうことをすると、現実、これをするんだな、自分はになってくる。うんうん、あ、この未来があって、まあ、ほわほわとしてもいいんだよ。この未来を自分の理想の未来からしたら、あ、ここを、この、タイムライン上のこれって確かにこれ やるよね、この人はって感じ。ここがあるから、この常にこの楽しいイメージ、楽しい体感覚を味わった状態でここをやろうとするとめっちゃ動けるんだよね。うん、ああ、なるほど、なるほど。ここがないとね、動けないんじゃない、人は。うん。うん、動けるかな、動ける人ってすごい逆に才能あるねって思うんで。これって、そのオーダー出した時に、まあその、うん、最終的なビジョンがホワホワしてって、もうちょっと具体的に未来から見た状態で、うん、なんだっけ、3年後、2年後、1年後だっけっていう感じでやっていくでしょ、うん、うん、あ、今から見た状態か、今から見た、まあ、未来から見た状態で、ね、一回ホワホワって未来に、未来を今、うん、未来の
をこう映し出す感じにするとするじゃないですか。はい。もう過去なんですけどね。うん。あの、思い出してる感じなんですけどね。うん、はい、うん。うん。で、ここから具体的に3年後こんなことやってる、2年後こんなことやってる、1年後こうや、こんなことやってるっていう感じで、ほわほわっていうか、ほわほわした感じで、でも、まあちょっと具体的だけど、そのビジョンを体感するって感じですか？そうですね。感情を感じてって。そうですね。うん、ここの、ほわほわ度合いだけは人それぞれ違うと思ってください。うん。うん。このさ、結構ほわほわしてます、実は。ほわほわして、うん。そのさ、そこが聞きたいよね。うん、うん、いいと思う。その方がみんな楽だと思うんだけど、うん、3年後とか2年後、1年後っていうさ、そこもやっぱり具体的に自分が出していくの、それともインスピレーションで降りてきたものを、要はその最終的にこうなっていきたいってなってて、うん、で、最終的な部分は分かるんだけど、なんかそこがほら、3年後、2年後、1年後みたいなところっていうのは、自分が出すんですか、うん、それともインスピレーションで3年後こんな感じみたいなのがイメージとしてくる。えっとね、うん、ここはね、かなり、こう、明確にならない人の方が多いな。多分、これ見てる人も、うん。男性の場合は結構ね、明確に従いな人が多いから、明確にしてもらうんだけど、うん、女性の場合は、まあ、ちょっとアバウトの方がいいね。で、あ、でも、分かったか。だけど、でもさ、そこ、明確にした方がいいって、ちゃんと言ってあげた方がいいよ。アバウトに本当にしすぎちゃうから、ちょっと明確に、うん、意図を、うん、エネルギーだから意図として3年後のところでちょっと明確に、うん、これをね、うん、やる前提に一番ちょっと気をつけるというか、うん、まあなんか、うんうん、いい状態としてはこれは単なるお遊びだよって感じでやってほしい、うん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 、そこに執着する人が意外と多い。誘導とかやるんだったらそういう全部言うんだけど、もうこれ、うんうん、これはもうもっと想像はるかに超えた未来が、うん、を許可しながらやるんだよみたいにやるんだけど、一人はね、うん、ちょっとね、なんかこう制限の方に頭がいくと思う、みんな。例えば、いろんな今日やったやつと昨日やったやつが違ってもいいんだよっていうことを前提にやらないと、うん、ああ、そうだね、いい加減にやってくださいってやつね。いい加減な方がいい。そうそう、いい加減にふわふわしながら、いいね、うん、まさにそれ、いい加減にやった方がいい。風の時代、うん、風の時代のキーワード、いい加減言うと、いい加減にこれやってる感じ。そう、いい加減な感じ。真面目に、うん、真面目にやるもんじゃない。うん、こうやって、こうやってとかね、なんか細かくやっちゃうと、ね。そうそうそう、細かくやるともう頭がまた、エゴの声が、エゴの声ブロックが増えちゃうからね。うん、いい加減にやるって感じ。ちょっと風のバージョンとしてもっと、じゃあフラットに、ほわほわした感じ、うん、もう一回やる、簡単にやりましょう。簡単に言い換える。はい。はい、3年後でも何でもいいや。とにかく自分の最高にはこれ、うん、妄想してくださいって感じ。妄想。はい。あ、そうだ、簡単に言うね。妄想する。うん、まず、うん、そう、フォーミュラ、勝手に今、フォーミュラ3を作ります。あ、そうじゃない。面白いな、君は。人間的なフォーミュラを作ると、超妄想する。一番、超妄想するのよね。得意。OK。超妄想する。で、2番、超それを、感情を味わう。うん。で、3番。あるところ、あるタイムライン上を考えるでもいいかも。うん。要はね、この妄想してなんかこうなりたいね、ふわふわでもいいからってなってるもタイムライン、自分のタイムラインってあるじゃない、うん、を妄想したら、その自分の延長のやっぱりここってどんな感じかなって考えられるんですよ。おー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 。よく考えられるんですよ。まずこのニュアンス。だから、ここだ。なんかこうなり、こんな年収いくらになりたいとか、年収いくらになりたいではイメージができないんですよ、どう考えても。うん。自分はこんななんか感覚の、こんな楽しい感じになりたいんだが、なんか妄想の第一歩、うん、そこまで一番大事で、うん、そういう自分だったら、うん、これ、来月とか今日何するんだっけみたいな感じでいいんですよ、もう。ああ、そこだね。なるほど、なるほど。風の時代風にちょっと、超簡単でしたけど、うん。じゃあ3年後、2年後、1年後みたいな感じで、こんな風にやって、また感情を感じて、みたいな感じで、具体的に、うん、また妄想するってやつね。感情を出して、うん。うん。で、
そこ分かった。もうここは分かった。OK ね、うん。そしたら、それでヨシさんは、あとはどんな行動をしてるの？あと、どうやってインスピレーションを受け取ってるか。ここが大事ですよ。うん、ね。うん。そっか。インスピレーションね。結構、いろんなとこから情報を取ってね、うん、どうやら僕は。もちろん、さっきの、ね、ビジョン、そして今、そういう自分の方向性ならば、今何を、うん、どういう方向に行くんだっていうのは定まった。なんとなくだけど。はい。ね、でも、そこで一歩行動するには、うん、結局その、今の映し鏡である外の世界もやっぱり必要なんですよね。うん。うん、じゃあ、例えばわかんないよ。その、ある人が自分の体感をわーって見たら、うん、なんかものすごく自分で、何かをね、ハンドメイドみたいに作ったりするのも好きで、なんかそんなんがどんどんみんなに売れてる感じがあったとしました。うん、じゃあ今一歩として、ね、ハンドメイドを、うん、売ろうと思いました。うん、で、結果やっぱりそこからようやくエネルギーが整っ、まあ、いわゆる行動のモチベーションが上がっているので、うん、そこでようやく行動ができる。うんうんうん、じゃあ何するかっていうと、やっぱりそこからはちょっと現実的な3次元フィールドの、うん、動きになりますね、ここからが。うん、ここまでは、まあ、まあ、そういうあれですよ。どっちかっていうと内側の世界ですよ。うん。で、こっから外側の世界、まあ、ゲームの世界で言うならば、ゲームの創造主から今度プレイヤーになったって感じですよ、今度は。うん。じゃあ、プレイヤーだからもう、この現実世界をリサーチしなきゃいけない、ありませんね。うん。こっからはもう、本当に、イメージしたって何したって、もう、わかりませんから。ああ、そうですね。ここからは動かないことね。世界のフィールドの話、はい、ここは。フィールドの話お願い。うん。じゃあ、やっぱリサーチですよ。やっぱりインターネットの。リサーチ入ります。はい。じゃあ、入って。うん。じゃあ、もう、ある人のね、家庭として話しますよ。ハンドメイドのお店をやりたい人のね。うん、リサーチした。うん、そしたら、どうもこれ、ね。今だったらハンドメイドの、なんだっけ、メルカリでもそうだし、ね、うん、いろんなハンドメイドショップ、ウェブ上で売る仕組みがあるな、しかも無料で使えるなっていうのがまあ見えてくるじゃないですか。うん、はい。で、じゃあ、あとそこに自分がやりたい、こう、コンセプトが、ね、決まってくるでしょ。決まってくる、まあ、ありますよと。それが本当にこれ売れてるのかどうかもチェックした方がいいし、金額いくらなのかとかチェックすることになるでしょ。すごくそれハンドメイドで自分が売りたいんだってなった瞬間、リサーチも普通にやるし、うん、金額も調べるし、うんうん、ね、どんなのが売れてるかもが分かってくるし、じゃあ自分だったらこれさらに一工夫を加えたこういうハンドメイドだったら売れるかなって分かってくる。そして、まあ、なんとなく分かった段階でもっとリサーチしちゃダメ。ここは3次元フィールド の、あのコツですよ。まずはやってみるです。まずは出してみるですね。リサーチは、リサーチ一回止めた方がいいんだ。リサーチは、ね、やりすぎる人が多いね。やりすぎる人がやらない人が多い。ほぼね、やらない。ほぼね、やらないんですよ、みんな。やらないか、これポイントだと思いますね。リサーチやりすぎな方と、やらない方と両方いるから、ちょっとどのあたりかなっていうと、やっぱある程度リサーチしたらもう止めて、あとはその自分でやるべき、そのリサーチしたものを行動に移すってことですね。そうですね。まあ、本当はリサーチなくてもいいかな。やることの、出してみるの方がいいんです。僕はまずやってみるの派で、まずは、例えば物を売りたいんだったら、まず売ってみてって言うんですよ。ああ。なるほど。行動、なるほど、なるほど。やってみるですね。リサーチもなくても。売ってみる。売ってみる。やってみる。そしたら、売れないってことが起きる。うん。そしたら、なんで売れないかが分かる、こう、リサーチすることになるかな。じゃあ、あとは、必ず売れる方法が、もしかしたらあるじゃないですか。一番安かったりとか、近かったりとかね、そういう場所だったら売れるかもしれないですね。まあ、とにかく最初は、損しても、でも売ってみた方がいいです。体感してみた方がいい。そこからですね、そこからこう積み重ねていくって感じでしょうね。ああ、第一歩、これね。はい。もう行動だね。
旦、一旦その僕のちょっとあの話を一回僕ばっかりやったんで、ちょっとあきこさんにもその現実騒動、ちょっと、なんか、うん。今のさ、ちょっとところで聞きたいのは、願望出した後に行動、すぐに行動する、うん、やっぱりそこの、あの、なんていうのかな、いろいろこう、こういう風になりたいみたいな、まあ、ハンドメイドでもいいけど、こういう風に最終的になりたいってなって願望出すじゃないですか。うん、で、今でも動きたくないなっていう気持ちがもしかしてあるかもしれない。だけど、やっぱ行動する、よしさんだったら行動しますか？ここね、うん、ここすごいジレンマが発生するな、ここ。差があるもんね、願望を出してこうやって5年後4年後3年後1年後とかやって半年後分かる。だけど今の自分が動きたくないっていう気持ちがもし出た時とかはどうしますか、ね、そこがねすごくどうしてますか、葛藤を覚えますよ。あ、葛藤っていうか僕はまあ 動く派でだからあれなんだけど、動かない派の方もいるでしょ。そこで、うん、どうしたもんかなっていうのはまあ前から思ってたところ。で、動きたく、まあ、要は本当にそう思ってないんでしょっていうのが一つの答えでもあるし。うんうん、ああ、動きたくないってことはね。動きたくないっていうのはね。うん。うんうん、まあ、どうですか、そこはちょっとあきこさん聞いてみたいですね。はい。ここは何でもそうなんですけど、でも動きたいんだけど、あ、動きたくないんだけど、動きたい。だけど動きたくないって気持ちが先に来ちゃった場合は、やっぱ横の声で一回外すといいんですよ。あとブロック解除とかで。要は、料理とかもそうなんだけど、料理しなくちゃいけないのは分かってんだけど、料理したくないって自分の気持ちが出てくるときありますか？その時は、これは私の声ではない、エゴの声であるとか、ブロック解除とかで、今その、動きたくないって思ってる周波数から、動きたいっていう周波数に変えちゃうとか、っていう感じでやると、ぬって動くんですよね、自分がなんか。うん、うえって動くから、もうね、意外といつまでもその自分が動きたくないっていうところにとどまってると、さっきみたいな感じでずっとニュートラルな状態になって動かないっていうことがずっと続いちゃうから、まあ、現実としては良くなるは良くなるんだけど、大きくはやっぱり行動にはかなわないですよね。やっぱり大きくは変わらないから、やっぱもうそろそろみんな動くときだから、なんて言うんだろう、一回そこを書き換えてあげる、周波数を変えて動くっていうことをやっていくといいんじゃないかと思います。あ、それいいね。でも、そう、それで私料理すごい上手くなってきちゃって、最近この間だからうどん打っちゃったりとか。なんか、うん、任してるとか言ってませんでしたっけ、ご飯全部。そう、だけどやっぱこの現実の世界のものってあれ、グランディングだなと思って、うん、私宇宙のこととか言ってるからちょっとふわふわしやすいので、うん、でなんか子供のことやったり洗濯物たたんだり日常生活がグランディングだってことに気がついて、うん、料理やってたら本当にね楽しくなってきちゃって、そうなんですよ、最近本当にさっきもシチュー作ったり本当にルーからカレーじゃない、カレーじゃないとか、カレーもカレーいいお菓子作るなんていうかそうっていう感じでそうそうとにかくそういう感じでもう日常なんていうのかな、やっぱりやりたくない、やりたいんだけどやりたくないっていう気持ちが出てくると思うんですよ、うん、これ願望もそうだと思うのね、うん、動きたい分かるけど怖いとかもあるから、こういう時一回こういう時にだからスピリチュアルな技法を使うというと、スピリチュアルっていうか、まあこれは宇宙の英知だって思ってください。ベガ時代の多分宇宙の英知だと思うんです、この周波数を変えるっていうのは。すんごい簡単なことをやってんだけどものすごい英知ですから、周波数を変えるってとこで私たちは周波数で動けないわけだから、そこを書き換えてあげる、うん、今動きたくないっていう気持ちがあったら、これは私の声ではないエゴの声であるって一回やってあげると、シューンってこう動きたくないっていう気持ちがシューンってなってパッて動けるようになるんじゃないかと思います。うん、ブロック解除も有効ですね。いいね。あ、いい、本当にこれはすごい、うん、このだからね、さっきのもう全部使っていったらすごい、これみんな何でもできちゃう。そうですよ、何でもできちゃう。これ今具体的に吉さんも言ってくれたけど、うん、このやり方でいけば皆さん現実創造もできるし、うん、あ、そうか、うん、いいね。その多くの人はね止まるんですよ、確かに、うん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 、途中で止まっちゃうので、止まった時におそらく、うん、あ、私もうで私なんて無理とかね、私はそんなの、うんうん、できないわっていう、その自分の自己肯定感にも関係したりね、うん、それかその辺でブロックをね外していったりとかするね、うんうん、そう、本当に、皆さん本当に知っていただきたいのは、
周波数っていうのは簡単に変わるんですよ。私たちって本当に周波数であってエネルギーだから、こうやって自分が動けなくなるっていうのを、ちゃんと認めてあげた方がいいんですね。認めてあげて、そこでだけどこのこういう時にだからスピリチュアルな技術、この、周波数を変えることによって動けるようになるから、あのこれを一つ取り入れながらやっていけば本当に現実が大きく変わっていくし、楽に進めるようになる。今まではこの動きたくないっていう気持ちのままでも動かなくちゃと思って、やっぱりうまくいかないことが多かったんじゃないかなと思うんですよ、うん、でだんだんそうするともう嫌な、なんていうの、起こる現実としてもね、うまくいかない、やっぱり私はできないっていうところをやっぱり繰り返して、もうなんていうの、それを繰り返し続けてて、もうなんていうのかな、傷ついてるんですよ、やっぱ自分って。そうだけど、そこをやっぱ癒すっていうことにもなるから、周波数をあの変えるっていうことを取り入れていただくといいと思います、うん、ブロック解除は有効だし、このエゴの声ですね、何かあった時はそれはあなたの本当の考えではないですから、これは私の声ではない、エゴの声であるって一回その嫌な気持ちの部分に、意識を向けながら、これは私ではない、エゴであるって一回やってあげると、シューンってね、あの楽になりますから、これやりながらやるといいんじゃないかと思いますね、うん、はい、あ、今思いついたというか、行動が一番のエゴ探しゲームだね。おお、どういうこと？行動しなければそういうエゴさえ出てこないでしょ。エゴっていうか、まあネガティブなエゴとか。ああ、うん、さっきの話戻っちゃうと、例えばフォア、あ、楽しいな、フォアって、その、ニュートラルポジションだけだとして、行動しなかったら、出てこないもんね。そうか、そうか。成長でもないから、宇宙的には常にこう変化して成長するのがデフォルトなんだけど、常にこう、とどまるって、またとどまるを常に繰り返すっていう、常に想像しつつ同じものを作り出したようなもんだから、面白くないんじゃない、やっぱり宇宙的にも。うん、面白くないもんね。まあ、行動は楽しい、行動の方が楽しいんじゃない？ああ、うん、行動の方がそうだね、楽しいし、それをみんな分かってるよね。行動楽しいですよ、うん、現実、なんで私たちさ、行動が嫌になっちゃったかっていうのは、うまくいかなくなっちゃうからなんですよ。もうこれ悲しかったよね。だって一生懸命行動してるのにさ、うまくいかなくなっちゃって、一生懸命でも行動行動って言われて、うまくいかないっていう、うん、あの、なんていうのかな、歴史、自分の中の経験が積み重ねられちゃってるから、行動するのってもう嫌だなって億劫になっちゃってるんですよ、うん、だけどこれからの行動は、なんていうの、自分自身のこの意識を変えていけば、全部こううまくいっちゃいますから、楽しいものの行動になり、願望っていうかね、この自分の現実を本当に自分の思い通りにするための本当にこうツールになってくると思うから、行動も大事だし、うん、行動こそなんか願望が出てくるんだね。だね、ああ、いいこと言いましたね。そうだったよ。やってるのはね、うん、この世界がね、まあ本当にこれ、大変な設定だったのよ、おそらく。もうコロナとかね、もういろんなことね、こんな設定でよくみんなこんなプレイしていますよね、この世界をっていう感じだったわけじゃないですか。やだわ、もう。いや、僕はまあ結構それを、そういうのをこうクリアするの楽しい系の人だから、まだなんとかやってたりもさ、そんな思いはもう知ってほしくないわけですよ。うん、本当に楽に、楽なモードでやってほしいわけですよ。楽モードでね、やっていただきたい。今からはそういう時代だしね、風だからね、楽、そう、本当に風、楽楽進めますから、本当にね、今日いろいろ聞いていただいて分かったと思うけど、この現実創造のやり方、そしてやっぱ私もスピリチュアルを伝えてますけれども、スピリチュアルが大事じゃないから、スピリチュアルっていうところだけで満足しないというか、そこで満足してるふりしない方がいいと思う。これを要はうまく活用するんですよ、私たち。こっからが本当に面白い時だと思ってくださいね、皆さん。超面白い時が来てるんですよ、自分の思い通りになるから。今まではやっぱね、いろんなからくりが分からなすぎて、いろいろごちゃごちゃしてたし、まあその時代的にもそういうのあたりを体験する時代だったからよかったんだけど、こっから本当面白いですから、自分をまずクリアにしながら、こうなんていうのかな、こういう行動もしながら、でも行動するとやっぱり怖いとか出てくるから、スピリチュアルなこの技法を使いながらやっていくといいと思います。で、願望、やっぱりエゴっていうのがやっぱお宝なんですよ。もうこれに行き着いたね、やっぱし。うん。
要はあなたが本当に望んでいるものっていうのはこのブロックとかエゴっていうところに入ってるから、ここを反転させて何を自分が願望として持ってるかっていうところまで持っていけるから、いっぺんにね。そうだからエゴの声を一回消してあげて、ニュートラルに、だからエゴの声、これは私の声ではない、エゴの声ってやって、本当に何を望んでるかの願望を出す、気持ちを出して、気持ち、バイブレーションですか、気持ち出せば宇宙に行きますよね。それで、さっき言ったヨシさんみたいな感じで行動していく。で、また、行動していく中で、自分でこう、なんていうのか、周波数として止まっちゃったり、恐れとか出てきますから、その時にまた周波数を変えながら、これはもうね、だから、なんていうのかな、50% それやった方がいいと思います。で、行動も 50% っていう感じで、両方本当に大事にしながら、私たち人間として生きてますから、この地上で何を残すか、何をこう作るかっていう、本当に時代に入ったと思うんですね。うん、ここを本当にうまく活用できるのはあなただと思います。本当にここに入っている方たちはスターシードだから、なんていうの、自分の思い通りの人生が歩める時が来たんですよ。今の現実を見ていると、外側に見えている世界の現実見てると悲惨なことだっていっぱいあるかもしれないけど、良くなるための過程ですから、もうこれはとりあえず置いといて、あなた自身が本当に楽になっていく、自分自身の思うような人生を自分で掴んでいきましょう。うん、できますから。はい。こんな感じです。ね、もう宇宙からの声だな、これ。宇宙からのメッセージだな。いきなり宇宙からのメッセージ。なってたね。急になってたね、これは。あ、でもすごくいいメッセージが。おお、これすごいね。ずっとワンワン言ってたから、それだったのね。あ、そういうの言ってたんだね。言ってたんですよ。私のところにすごい来てて。あ、どうも。ラクちゃまな。じゃあ、クマちゃんからのメッセージをね。あ、クマちゃん。はい。うん、お願いします。エゴの話かな、現実創造かな、エゴ。あー、エゴ。あー、なんかね、エゴいいよねって感じって言ってます。エゴっていいよねって言ってるまあ、あれかな、エゴっていいよねってな、どういうことなの。まあだから、あ、じゃあ、叶わないっていいよねって感じかな。叶わないっていいねって言ってる感じもある。要はさ、そういう宇宙のなんか感じだとさ、叶うとか叶わないってことはないんでしょ？だから、こう思ったらそうなってんだったら叶うんでしょ？だけど、叶わないっていうところが、この世界のまた、この地球の、はい。良さでもある。まあ、だから、エゴっていうのも、なんかわかんないけど、ちょっとそれに近いさっきのね、ニュアンスもあったから、うん、そういうゲームだな、うん、なんか、それが楽しそう、客観的に見ると楽しいでしょうね、そういうところ。深いね、くまちゃん、深いな、なるほどね。そっか、うん、まあでもそういう、なんか宇宙的なやっぱりね、視野、視点で、こっからはちょっと、やっちゃいましょう、うん、現実で。現実ですね、うん、現実創造。これは本当に、エゴは本当に願望のお宝の宝庫だったっていうね、うん、これをずっとね、宇宙人たちもね、伝え続けてくれたけど分かんなかった。何言ってるか分かんなかった。やっと分かった。腑に落ちたから、煩悩っていうやつね、煩悩即菩提と言いますよね。煩悩がいわゆる菩提、まあいわゆるお宝みたいなことだったってことだね。ああ、そうなん、そうなんですね、うん、ね。そこはい。はい。うん。はい。ではでは、今日もありがとうございました。で、みんなちょっと、せっかくなんで、どんどん想像、現実想像をね、うん、ちょっとみんなで、うん、妄想、妄想でもいいんで、妄想、コメントそうだね。妄想コメントでもいいんで、こんな妄想コメント、こういうふうになり、ね、なりたいとかさ、こうなりましたみたいな、もう願望なども書いていただいてね、うん、みんなで現実想像していきましょう。皆さんの現実ね、想像していくものをどんどん私たちも拝見したいので、見たいので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではでは、ありがとうございました。